もともとはもともとでやるつもりやってはい、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、司会の上川圭一です。よろしくお願いします。劇団ほぼ無職の金子です。はい、恒例でございますので、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。はい、こちらもと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 でやるつもりやってんは、小田急線京都駅の、生活クラブ館地下1階のカフェダイニングもともとで収録でございます。はい、というわけで今日もあの金子さん、はい、頑張ってください。頑張って、あ、はい、頑張ります、はいはいはい。最近どうですか？最近、はい、最近なん今餃子食べてお腹がいっぱいなのと、はい、口がちょっとあの臭いかもしれない、はい、からなんかあんまりあれですね。ね、今からゲストが来るのにそんな餃子食べてるんですか？あんまり調子が良くない。あ、そうなんですか。はい、眠たいです。あ、そうなんですか。はい、劇団ほぼ無職はどうですか？あ、劇団はもう9月の、はい、もう29日に公演があるので、はい、みんな頑張ってますよ、練習。みんな、あなたは主役が全然来ないですけど主役、うん、主役級の2人が、うん、まだ来てないの？前も来てないって言ったけど。あ、たまに来てるんですけど、うん、あんまり来ないです。大丈夫ですか、お芝居は？いや、知らないです。私、長役なんで。もういい、あんまり、いいや、はい、いいやって感じですか？はい、はい、あまり考えてないですけど、あの劇団そのほぼ無職の主催ね、はい、あの岩井さんとさっきばったりやったらしくて。あ、そう、なんか会いましたね、はい、別に会いたくなかったんですけど。でこれを託されたそうで、はい、はい、無理やり渡されて持ってきたんですけど、はい、この劇団ほぼ無職主催の人がプロデュースしているという、はい、はいはいはい、何があるんですか？10月の11日から10日間、はいはい、下北沢カレーフェスティバルっていう、はい、こう下北沢中のいろんなはい、カレーを出してるお店が参加して、はい、まあ、みんなでカレー食べようみたいな。そうですね、そういうフェスティバルですね。はい、はい、そして2回目ですよね。2回目です、はい、らしいです。はいはい、なんかあと、はい、このここにある吹き出しで、うん、下北沢美術館っていうイベントがもう一個あるんですけど、それが安田さんっていうもう一人若い女子大生の女の子が主催してて、うん、私がサブみたいな感じで今のこう準備を進めてる。これはイベント、これはアートフェスみたいな感じですね。カレーフェスの参加店舗を使って絵とかアーティストの絵とか作品を展示したりライブやったりとか。下北沢美術館っていうイベント名、ね、あ、名前ですか、うん。じゃあ下北沢美術館が本当にあるわけじゃない？あるわけじゃないです。へー、あると思って勘違いして来てくれても別に全然いい。まあそうね、はい、あると思うよね、う、下北沢美術館って言われると。 それを狙ってるんじゃないですかね。うん、はい、のアートイベントもあるから。あります、はい、来てください。はい、はい、ということで告知してくれって言われたんですね。あ、そうです。はい、はい、はい、告知しました。しました。はい、よし、はい、もう仕事は終わりました、はい、今日あなた今から司会、またアシスタントですね、はい、今日ゲストいらっしゃるんですよ。はい、はい、はい、あなたのあの嫌いそうな、モテそうな女です、ね、嫌いそう今会ったばっかの。この間メロ畑してたじゃないですか、モテそうな女を。でもあれは架空ですからね、だってもう想像を膨らまして、うん、嫌だなと思って頑張って喋ってただけですから。あ、でもあれじゃないですか、その劇団ほぼ無職 の、 その、はい、モテそうな女が来た時には、ああ嫌だなと思ってた、思ったんですよ。嫌だっていうか、なんか なんで来る必要があるのかなと思ってなんでここに来るのかなと思ってましたけど、はい、まあ、そんな感じの、はい、ちょっとあのライバルそうな人が来てる。ライバルじゃない。ライバルじゃないです。はい、じゃあいろいろ話を聞いてみたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ゲストコーナー。はい、ということでこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとお名前をよろしいですか。はい、ルネと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、アンコール渋谷っていうね、ライブハウスがね、渋谷にあるんですよ。はいはい、で先日もノードラックライブをそこでさせてもらったりとかしてるんですけど。あ、上川さんから。はい、僕もライブで出演したりもしてたんですけど、はい、この間はイベントをさせてもらって、はい、でそこでよくメインで活動しているミュージシャンです、はい、シンガーソングライターですか。はい、シンガーソングライターです。そうですよね、はい、鍵盤弾き語り、鍵盤弾き語りですね、はい、はい、の人です。はい、はい、お願いします、はい、ちょっとモテそうでしょ。あ、モテそう。ピンク着てますからね。今舐め回せる。ピンク着てる人はモテますね。適当ですけど。はい、まあ、テクテク TV 初登場なんで、はい、ミュージシャンとして自己紹介するとどんな感じになるんですか。ミュージシャンとして自己紹介しますと、はい、まあ
自分で作って弾いて、うん、時には踊ったりとかも、あ、そうなんですか、するんですけど、はい、シンガーソングライターダンサーですか、はあ、岡村ちゃんです。いや岡村安井急に岡村ちゃんですよ、誰も分かんないけど誰かだと思って、うん、そう、そうなんです、たまにそうやったりとかして、そういう活動を、まあ、しております。はい、はい、出身はどこですか。出身北海道です。あ、そうなんですか。札幌市です。へえー、はい、でミュージシャンになるために東京に来た。あの、その札幌にいる時に、うん、アクターズスクールってご存知ですか。あ、知ってますよ、はい、あの、よく聞くと思うんですけど、そこに入っていて。北海道アクターズスクールなんですか。はい、あの、安室ちゃんとか沖縄の人たちがよくあれ。そうです、そうです、その系列のもろ、あの、沖縄アクターズスクールがあって、うん、いろいろできたんですよね。そうなんです、全国その系列のとこができて、うん、そこにうちの母親が、うん、ちょっとあなた運動が足りないと。そんな感じですか。運動が足りないので、はい、入れと、いうことで、オーディションを受けまして、運動が足りなくてアクターズスクールには直結しないですよね。そうですね、ちょっといろいろありますね。いや、そうなんですよ、ね、たまたま母親、本当にミーハーなので、CM 見て、あ、これは運動ができるあの子はって思ったみたいで、うん、で、なんかこう履歴書持ってったらしいんですよ、うん、で、なんかこう、なんだかんだで入ることになりまして、はい、そこから私、全然本当に歌が大嫌いで、はい、で、ダンスの方が大好きで、あ、そうなの？将来ダンサーになりたいと思ったんです、はい、で、バックダンサーとか超憧れだなと思って、で、入ったんですけど、いざ入ってみると、あの、なんか いいところに生かされたというか、両方やりなさいみたいな、歌も踊りもやりなさいみたいなところに行ってしまって、はい、うん、うわー歌苦手なのにって思ってなんですけど、そのような流れで歌を始めたら、案外好きだったっていう、食わず嫌いだったみたいな、ね、そうなんです。そこから始まって、うん、で、まあ、東京に出てきて、あ、その前に、あさやっていう番組に、あります、ね、なんか出てたりとかして。あ、そうなの。そうなんですよ。朝やおんは何オーディションとかいろいろあったんですか。あの、川村隆一さんの、日韓アイドルデュオオーディションで2002年だったので、ワールドカップの年で、ちょうどその時に日本人1人と韓国人1人でデュオを組んでアイドルを輩出しようみたいな、そういう企画がありまして、で、そこで、まあ、最後まで残ったんですけど、アイドルで出たってことですか。そうなんです、出たんですけど、最後まで残って最後落ちちゃったんですけど、これ言っていいのか分かんないですけど、今その受かった最後の韓国人の子が、少女時代に所属してたりして、あ、そうなんですか。そうなんです、まあ、やばい、いろいろあったみたいで。その時の名前はルネで出てたんですか。いや、ルネで出てなかったんです。本名で出てたんです。そうなんです、なんかそんな経緯もあって、東京来て、曲とか作り始めて、で、ライブ活動をしてっていうような、で、今に至るみたいな感じですね。なるほど、いろいろありますね。いろいろあるんですよね。そうですね、はい、そうなんですよ。で、今は運動ができないからアイドルになって。そうなんですよ。運動できなくてよかったですね。できなくてよかったです、本当に。運動してない。今は踊ってないんですか。今踊りたいんですけど、なんか歌歌ってたりするとなんかどうしてもそっちおろそかになってしまって、どうしたらいいかなっていう。でも本当に今踊りたいなっていう。あ、本当ですか、はい、今ダンス企画もちょっと進行中です。あ、そうなんですか。あ、この間、はい、踊ってきました、踊らされてきました踊らされてきましたインディーズアイドルがゲストで来て、あ、そうなんで、インディーズアイドルのバックで踊ってみようみたいな。いいな、雨の代々木公園。そう、代々木公園で練習しました、この間。雨降ってましたなるほど、いいな。なるほどね、はい。で、今はまあ音楽やりつつチャンスがあれば踊ってみるかなっていう感じですね。そうですね、はい。で、アンコール渋谷でよく出てるんですか。そうなんです。そのつながりも面白くて、はい、私、あの、その朝やんに出た時のボイストレーナーとして来られてた方が、今の私の事務所の社長なんですよ。で、あの人に習いたいっていうことで、その後上京してから習ってて、で、アンコール渋谷っていうのを作るから出てみないみたいな感じで言っていただいて、で、そのできた当初からもうずっと月1は必ずやらせていただきます、ね。へぇー、朝やんって結構、ま、前ですよね。かなり前です。だからもう18とか今19の子とかは知らないんですよ、そうですね。私今19です。うわ、知らないですよね。じゃあいや、わかんないです。わかんないですね、はい、わかんないです。朝やんっていうものがあったのは知ってる。いや、わかんないです。
ケミストリーとか。ケミストリーはわかりますよ。が出たのは朝やですよね。そうです、モーニング娘。も朝やです、ね。あ、そうなんだ、はい、うん、じゃあそういうあのその時の反響は結構あったんじゃないですか。反響ありました、うん、あったんですけど、うん、番組が終わる直前だったので、あ、もう正直めっちゃ焦って撮ってたみたいで、あ、なるほどね、バツって感じで終わっちゃったので、ね、その後追いかけとかはなかったんですけど、なんかあのよくね、下北沢あたりとかのライブハウスで、はい、そのケミストリーが決まったオーディションの最終選考まで残った人たちとかがたまにライブはやってたりとかするんで、今大音楽活動してて、そうなんですね、でよく並んでたりとかするんです、その入場口で、で今日何があるのってその支援のライブハウスの方が聞いたら、いや、あの最終オーディションまで行った人が音楽活動やっててねみたいな感じで、今その人たちが集められてやるって、いや、あのその人は個人で、あ、個人、うん、残ったうちの一人がやってたりとか、あとはそのあれで EXILE のボーカルの人淳も落ちた人、あ、そうですか、うん、そうですよね、確か最終まで行って落ちた人、そうだそうだ、ね、そうあるんですよ、ね、ケミストリーって何やってるんですか、ね、やってます、バックダンサーですけど踊ってました、あ、見ました、見ました、うん、あ、踊り出したんですか、踊り出した、はい、今はソロでやってます、あ、ね、はいはい、そんな感じですね、そんな感じ、よくわかんないけど、ね、ケミストリーの最近、うん、そうですね、はい、で北海道では音楽活動は特にしなかったんですか、そのずっとアクターズスクールに行った時に、うん、もう土日はほぼずっとイベントとか、うん、なんかエスタっていう、うん、今、あ、あるか、今、あの駅ビル、こっちで言う多分アトレみたいな感じだと思うんですけど、うん、あれのなんか地方のキャラクターみたいなのとかにさせてもらって、うん、なんかポスターでその活動するとか、ライブしたりとか、うん、そういう活動はさせてもらったりしてましたね、うん、はい、じゃあライブハウスでライブやったりとかするのは東京でとか、そうですね、うん、どうですか、アンコール渋谷でやってる今の手応えみたいな、すごく、何ですか、お客さんがめちゃめちゃ近いので、そうですね、うん、近いですね、私正直お客さんが近いとすごいお客さんに気を使う人だったんですね、うん、まあまあまあ、そのもうこれぐらいですもんね、そうなんですよ、うん、だから結構、ああやばい、この人こう思ってんじゃないかな、あ、この人こう思ってるな、まあやばい、早く終わらせた方がいいですみたいなぐらいになっちゃうことがよくあったんですけど、うんうん、もう今は本当に鍛えて、その箱で鍛えてもらって、うん、もう今は自分のやりたいようにもうやるから聞いてっていう風に、なんていうんですか、いい意味でこう自分のを聞いてくださいって堂々とできるようになりましたね、なるほどね、はい、で、あの鍵盤弾けたりですよね、はい、鍵盤はどこで教わったんですか、鍵盤は、あ、一番最初は2歳から、うん、あのうちの母親が指を動かすと頭が良くなると、単純なんですよ、ピアノで、単純なので、うん、ピアノ教室に入れて、うん、指を動かして、うん、でずっと習ってて、うん、っていうのが始まりだったんですけど、うん、でそれから一回やめてからずっとやってなかったんですけど、うん、まあ、曲作り始めようと思った時にやっぱりできるのが鍵盤しかなかったので、うん、でそれで作り始めたっていう感じですね、その曲作ろうってすぐできる人とできない人いるじゃないですか、はい、それはすぐできたんですか、できました、できましたけど、うん、今考えるとすごい曲です、まあまあね、はい、昔の曲は恥ずかしいっていうのはまあまあありますけど、はい、でもそうですね、なんか2曲目3曲目聴いていくと、うん、あ、自分こういうところを学んだんだなって、なんかこう自分の成長が見れるっていうか、それはなんか面白いなと思ってこの間聴いてたんですけど、そうです、ね、そんな感じで、はい、今は曲はいっぱいできてるんですね、今はできてますね、なるほど、はいはい、これあのちょっと CD がありますけど、はい、はい、そうなんです、 CD の宣伝とかしますか、 ありがとうございます、はい、こちらがですね、はい、Now、 これがこれで一番新しい CD になります、はい、この Now っていう曲がですね、震災後に書いた曲なんですけど、うん、なんか私もなんか震災を受けてすごい、まあ私は東京にいたんですけど、うん、やっぱりすごい出来事だったなと思って振り返ると、まあ、そうですね、うん、でちょっと思ったのが、自分が曲を作りたい、その震災のことを作りたいと思ったんですけど、うん、実際被災地の人方がどう思うかもわからないので、私なんかが書いていいんだろうかってちょっと思ったんですけど、うん、はい、なんですけど、あ、でも私は曲を書けるし歌えるし、うん、私ができること思ったことを曲にして、これは別に悪いことじゃないと思ったので、うん、まあね、曲にしたのが Now です、うん、随分ジャケがイメージ違いますね、違うって言われません、今とですか、うん、言われます、うん、こっちの方がいいよって
よく言われます。まあこっちの方がいいじゃん。サイトされてるんですけどね。そうなんです。うん、でこっちがノートっていう曲なんですけども、はい、ありがとうございます。そっちにしよう。4曲入りなんですけども、ノートはすごい軽快な曲で、うん、その中に入ってる実はあのライブで一番人気というか、うん、いいねって言っていただくのが2曲目の春風という曲なんですけども、うん、あの母が亡くなった時に書いた曲なんですけども、うん、すごいあの皆さんに反響をいただいていて、うん、そんなアルバム、ミニアルバムみたいな感じです、うん、こっちの写真はあのイメージが好きですよ、今に近いあ、本当ですか、うん、でもなんか、な感じですね、よく締めっぽいって私言われるんですよ。あ、そうなんですか、はい、そんな踊ってたのにルネが歌うと湿度が上がるねとか言って、うんうん、触れるなんかショットする妖怪みたいな妖怪美ショットだけどそうなんですよ、よく言われるんですよ。え、それダンスチューンではないってことですか。え、ダンスなんですか。ダンスチューン、ダンス系の音楽ではない。あー、ではないですね。しっとりしっとりですね。しっとり、いや、しっとりの曲もあるんですけど、うん、弾けりゃめっちゃ弾けるんです。この Now とか、うん、ノートはすごい、そんな全然じっとりしてないです。うん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 、なるほどね。その震災もあるってことで。そうなんです。うん、これ、じゃこれもちょっと。ああ、すみません。はい、今度ですね、はい、私この間女川町に、はい、行ってまいりまして、はい、あのこの間テクテク TV に出演されていたエルさんのにご紹介していただいてですね、はい、お茶子クラブというところに行ってきたんですけども、うん、でなんかその店主の岡さんとかにいろいろお話を聞いていてですね、うん、あのまあ被災地は復興で今すごい復興に集中しているんだけども、うん、その子供たちとかが普通に生きてればいろんな選択肢があるものを、うん、今こういう状態なので、うん、それを限ってしまうのがすごい、うん、なんていうの、希望をもっと広く持たせてあげたいっていうような、うん、その限りがなくしてあげたいっていうふうにお母さんすごく願っていらっしゃって、うん、あ、じゃあそれじゃあその私たちにできることとして多分今まですごい大事に使ってたけど、うん、今もう使ってない、どこかにしまってある楽器って、うんうん、皆さんあるんじゃないかなと思って、ね、それを送ることで、その可能性っていうのはちょっとでも広げられることができるんじゃないかなというふうに思いまして、うん、このあなたの楽器を女川町の子どもたちへということで、うん、女川町音楽大量プロジェクトっていうのをちょっと立ち上げまして、うん、はい、でこれを何でも本当にドラム以外ですね、うん、だったら何でもいいんですけど、うん、まあ、動くもの、うん、ちゃんと大事にしてあったものを、うん、送りたいなというふうに思いまして、うん、9月28日に、うん、そのさっきご説明したアンコール渋谷で、うん、Power to the People っていう今回5回目になるんですけど、うん、復興を支援するイベントなんですけども、うん、こちらのイベントの時に皆様からその楽器を集めようかなっていうふうに思っていて、うん、なるほど、はい、はい、N ってお二人がいるんですよ、はい、同じくアンコール渋谷で活動してるのが、はい、集まってますけど、うん、でこの間テクテクでゲストに来てもらったりとかして、はい、その元宝塚の塩見さんとギタリストの小田さんのユニットがもともと小田川の方でこう復興支援でこういろいろ行ったりしてたので、まあ、一緒に活動を始めたって感じです。うん、そうですね、うん、このイベントにもエルさんも私も出るんです。はい、9月28日です。はい、ぜひ。あ、劇団、うちの劇団の公演の前日です。そうですね、はい、じゃあこれ来ていただいた次の日に劇団の公演見に行っていただくみたいな、はいはい、主役が練習しに来ない芝居を見に来ると、はい、そうですね、はい、大変ですね。そうなんです。僕はずっと女川を支援してる人がこう報告活動に来てまして、お魚の人とか、ね、そう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 、 あれが女川 の関係です。でちょうどあれ、それ偶然なんですよ、この女川は。で今度ちょっとうまくいけば、紹介できればまた女川で一緒になんかできるかなみたいな感じもあるので、はい、女川フィッシュってやつね、今このやつありますけど、女川の魚の、あ、それそうなんですか。これ女川フィッシュです。私も、あ、はい、私もつけてるんです、はい、これは iPhone のあれですね、イヤホン iPhone のイヤホンジャックでつけて、はい、あとは携帯する、
これ大きい方です。ほんとだ、うん、これあれなんですよね、あの木の種類がなんか違うんですよね。そうですね、カエデ、うん、出張女川テクテク TV みたいなのやればいいじゃないですか。あ、いいんじゃないですか、ね、あとは本当に女川に来てほしいって言われてんだけど、あー、行ったらいいんじゃないですかね、女川まで行けるかなっていうね、劇団員何かまあ、タイミングがあればできたんですけど、はい、女川フィッシュっていうのはその旅行はね、その津波で被害を受けたじゃないですか、うん、でその仕事がないんですよ今その旅行はね、で仕事がない人たちのためにその魚がないから魚を作ってしまえという企画で、そのこの魚を今その漁港で働いた人たちが魚を作ってるんですよ、木工細工 でそれを売ってそれまで その漁港を復活するまで その生活の足しにしてもらおうという企画でやってるって言って、まあ、それまたあのテクテクで随時報告してるので、はいはい、その辺も見たいと思いますが、はいはい、そんな感じであの音楽なんで演奏してもらうのが一番取り早いと思うので、はいはい、ここでちょっと生ライブをしていただけますか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。では、弾き語りさせていただきます。聴いてください。 Now ラララナウでした。はい、は
生で生ライブでした。はい、さすがの一発通りでございました。ありがとうございます。はい、本当ね、よく間違う人がいるんですよ。あ、やっぱりそのライブやってる人でもやっぱカメラが目の前にあるとすごく緊張するし、お客さんになくてその司会者がこうやってじーっと見てるわけじゃないですか。確かに、うん、背筋がすごい良かったです。そうね、前ですか、うん、姿勢が、そう、この背筋の悪いこう見本のような人がね、いつも猫背なんですよ。めっちゃ悪いですよ、姿勢が。本当だ、うん、本当だ。そんなこと言えない。そうね、どこ剥がれましたよ、あなた。ええー、もう本当のことです、うん、本当のことです、はい、うん、直します、頑張って。はい、だからルネさん、はい、以前ラジオ番組をやってたという話をちょっとお聞きしましたんで、させていただきます。どこでやってたんですか。川崎 FM の方で、はい、やらせていただいてて、まあ、15分間だったんですけど。武蔵小杉ですよね。そうです、はいはい、武蔵小杉でやってたんですか、収録を。そうです、うんうん、あ、生だったんですよ。そうだ、生だった、うん、なのでガラス張りのとこですか。そうです、そうです、はいはいはい、サテライトスタジオでやらせていただいてて、うん、まあでも一人でやるのって本当、あ、一人喋りだったんですか。そうなんです。大変ですよね。もう正直ここだけの話ですけど、うん、どうしようかなと、うん、そんなに喋りの達人でもなければ、うん、歌の人なので、うん、じゃあ歌おうかなと思って、うん、3曲歌ってじゃあねっていう感じでやったこととかもあって、でもそれじゃあ私のなんて言うんだろう、そのいつも出してない部分が出ないなって思って、うん、いろいろ試行錯誤とかしてたんですけど。なるほど、どうしたら出れるんですか、ラジオ。どうしたら出れるんでしょうね。出たいですって言ってみたらいいんですか。どれぐらい前にどれぐらいやってたんですか、期間は。ですね、あ、そうだ、一人喋りじゃない時も実はあって、ええ、前組んでたユニットがありまして、その時何ユニットかと。2人で組んでたんですけども。あ、そうなんですか。はい、そのユニットでやってたのが、うん、いつだっけな、1年ぐらい、半年か、うん、半年やってて、うん、で2年前ぐらいに半年やってて、うん、で私がまた一人で半年やって、うん、みたいな感じで、うん、全部で1年ぐらいですね、やってました。大変ですよね、一人喋りとか、まあ2人でもそうですけど、であと15分っていう時間も微妙っちゃ微妙ですよね。結構一人で喋るってなると結構ありますよね、15分。そうなんですよ。その時は何喋ってますか。その時はまずリスナーさんからお便りをいただいて、うんうん、でも私だけだと思うんですけど、うん、読んでると頭に入んないんですよ。ああ、わかります。わかりますか。わかります。なので事前に読んで、うん、理解して、うん、それからちゃんと読まないと、うん、できなくて、うん、でそんなリスナーさんからも いろいろいただいて、うんうん、でそれを読んで、お悩み相談みたいなことですか。そうです、なんかテーマを決めたりしてたこともあったんですけど、あとは、あ、私が電化製品とかすごい、うん、すごいオタクなんですね、その電気製品とか。あ、そうなんですか。はい、はい、メカとか、ええ、大好きで、なのでさっきモテそうって言っていただいたんですけども、うん、ほどといいんですけどね、そのまた、いやいや、モテるかどうか見た目ですからね。見た目ですから、見た目ですから、ね、そうですよ、うん、本当にそうなんですよ、はい、そういうなんかマニアックなところとかもあったので、うん、そういうところを出していったりとか、うん、で、まあ、あとは曲聴いてもらったりとか、うん、そういうような感じでした、ね、うーん、まあ、ガラス張りだから、ね、その一般の人も見てるし。そうなんですよ、その生放送だったんですよね。生放送は本当怖いと思いますよ。そうですよね、詰まっちゃったらあれだし。本当そうです、うん、だからたまにゲストさんとか来てもらってたんですけど、うん、その時の、なんていうんですか、あ、ありがとうっていう感じは半端なかったっていう、うんうん、助かります、うんうんうん、なるほどね。歌歌いますからね、詰まったら歌っちゃえばいいくないですか。でも例えばギターだったらここに置いといて、はい、詰まったら入ってできるけど、はい、鍵盤だと詰まって、あ、電源をみたいなセッティングの時間がないからね。そういうわけにもならない。置いといて喋るとか、うん、こういう状態でもする詰まったらもう、まあね、それでもあれじゃん、15分のために毎回持ってくの大変だよ。あ、まあ、でもその時持ってってましたね。あ、本当に、はい、へ、全部生でやってました。テクテクはね、武蔵小杉 のブースまでこう入って取材したことある。入ったことあるんですか。あります、あります。そう、僕も出たこともあるし、 あと、ね、テクテク常連だった人がラジオ番組その持ってた時もあるので、はい、その打ち合わせ風景が撮りに行ったりとか、やったりとかしてました。そうです、ね、うん、なんか最近ハマってるのは何かあるんですか、電化製品で。最近ハマってるあれ、それこそアメトークの電化製品芸人出たいんじゃないですか。家電芸人ですね、うん、出たいです。でも最近思ってるのは、うん、ちょっと私もいろいろ iPhone とか、うん、
その方がこう録音機器だったりとか、うん、すごい大好きで、